はい。皆様、こんにちは。マリーポテトのチャマです。今日はサンパチェンスの一番花が咲いたので動画を作成しています。実は私、二株植えていました。それがこれと、こちらです。片方には、このようなボトルを かぶせてお世話をしていました。それ以外の水や肥料は二つの株とも一緒です。やはり、風対策としてボトルをかけた方は先に花が咲いたようです。なお、去年3、3%で水切れをしてしおれてしまった経験があったので、通常は このような標準の水皿を使っていますが、時期が来たらこのような大きめのものに変えるつもりです。そして、出かけたりするときは、格好悪いんですが、こういうトロ船などと言われるものに水を入れて対策をしようかと思っています。 一日二日なら腰水が高くても三八円数は大丈夫とのことですが、やはりあまり深水にはしたくないので、このような大きな容器を用意してみました。なお、私は植え付けの時にも話しましたが、スリット鉢を使用していて、そのスリットの上まで深めに鉢底の石,石を入れています。やはりこれも深水にした時の対策で、 あまり土を水に直接入れたくないなと思ったからそのように対策をしています。以上で説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。